オルフ・ハインリヒグラーフ・フォンヘルドルフは、ドイツの政治家、警察官僚、貴族、国家社会主義ドイツ労働者等のベルリン突撃隊、指導者を経て、ナチ党の政権獲得後には、ベルリン警察長官を務めた。ナチ党独裁体制の守護者の一人であったが、1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件に関与して処刑された。 マイセン編境伯の分流の貴族へ、ルドルフ伯爵家に生まれる。第一次世界大戦では、景気兵連隊に従軍。後に、機関銃中退指揮官になる。少尉まで昇進した。戦後は、義勇軍に参加して、反共運動に尽力した。カップ一気に参加したが、一騎失敗後は、国外亡命した1924年に、ドイツに帰国し、ゲームの下で、 フロント版の活動に尽力した国家社会主義自由運動のプロイセン州議会議員にも就任1925年5月にレームがフロント版から失脚すると彼もしばらく政治活動から退いた1930年8月にナチ党に入党1931年1月にレームが突撃隊幕僚長に就任にした地 レーの突撃隊機構改革の中でベルリン突撃隊の指導者に任じられた。1933年1月にヒトラーが首相に任命された後、1933年3月から1935年7月までポツダム警察長官、ついで1935年7月から1944年7月の解任までベルリン警察長官を務めた。 1938年1月、友人の刑事警察長官ネイベが入手した国防省ブロンベルク元帥の再婚相手が売春婦であるという情報を国防省の座を狙っていた空軍総司令官ゲーリング元帥に届けることでその失脚に一役買った。様々な反ユダや主義の悪行に手を染めたが、水晶の夜事件は嫌をしたという。 ナチ党独裁体制の守護者の一人でありながら、ネイベラと共に、反ヒトラーグループに接触した。1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件にも関与。暗殺失敗後に逮捕された。8月15日にフライスラーの人民裁判所にかけられて死刑判決を受けて処刑された。1896年10月14日。 ドイツ帝国プロイセン王国ザックセンメルゼブルクに、騎兵隊員、フェルディナント・フォン・ヘルドルフ伯爵の息子として生まれる。ヘルドルフ家は、マイセン編境伯に連なる貴族の家柄である。1914年8月に第一次世界大戦が、勃発すると後長級士官候補生として、中林元大12軽騎兵連隊に入隊し、9月から、前線勤務した。 第一次イープルの戦いに参加したが、その後1918年8月に西部戦線に戻されるまで東部戦線で戦った。この時期オアヒム・フォン・リッペントロップも同じ連隊に所属していた。1915年3月に勝尉に昇進し、1916年10月に不評部隊に転属となり、同年11月から1918年春まで機関銃中,中隊の指揮官を務めた。 1918年春から敗戦までは第12景気兵連隊に戻った。対戦中に一級鉄十字章と二級鉄十字章を受賞した。戦後、義勇軍のリッツオフ義勇軍やロスバッハ義勇軍に参加して共産主義者と戦った。1920年に君主主義者たちが起こしたカップ一揆に参加したが、一揆の失敗でイタリア王国へ。 国外逃亡し、4年間をイタリアで過ごした。1924年にドイツに帰国。この頃、国家社会主義ドイツ労働者党は、前年に起こしたミュンヘン一期の失敗により、解散させられており、当主はドルフ・ヒトラーは、投獄を受けていた。すぐに釈放されたエルンストレームは、ヒトラー不在の間、元フライコールなどを集めて、フロントバンを組織していた。 ヘルドルフもこのフロント番に参加し、レームの側近となった。同年8月より、ハレアンデ・アザーレのフロント番中央集団指揮官に任じられる。1924年12月から1928年3月まで、第11選挙区の国家社会主義自由運動の名簿から、プロイ選州議会議員に選出された。レームのヘルドルフへの信任は、かなり厚く、 1925年5月にレーがヒトラーと仲居してフロントバン指揮官を辞したとき、レーは公認としてヘルドルフを指名している。その指名に基づき1925年5月から9月までフロントバン司令官を務めた。その後、ベルリンを離れて1927年から1930年までザクセン県の農業会議所の議長を務めていた。 1932年4月4日、ベルリン・ルスト・ガルテンでのヒトラーの演説を敬語するヘルドルフ博。1930年にベルリンへ戻り、同年8月1日にナチ党に入党した。南米から呼び戻されたレームが1931年1月に突撃隊幕僚長に任じられるとヘルドルフも突撃隊に復帰した。1931年春に、 レーによる突撃隊の機構改革が行われ、ヘルドルフは同年4月にベルリン中流の突撃隊、第二連隊指導者に任じられた。さらに、同年7月に大ベルリン突撃隊、下級集団指導者、同年9月にベルリンブランデンブルク突撃隊、集団指導者とブランデンブルク大下区ン英隊の指揮官となった。1931年9月12日には、 ベルリンを砕く指導者、ヨーゼフ・ゲッペルスの指示を受けて、副官カール・エルンツと,と共に、ヨム・キプルに合わせた反ユダヤ主義行動を組織した。この件で、ヘルドルフ以下35名の突撃隊員が、ベルリン警察に逮捕された。裁判では弁護士についた、ローラント・フライスラーの手腕のおかげで6ヶ月の、懲役刑という、軽い判決で済んだ。 同年12月から1932年2月まで刑務所に収監された。1932年4月から1933年10月まで第三選挙区のナチ党の名簿からプロイセン議員に再選出された。1932年9月よりベルリンを本部とし5個突撃隊集団を管轄する第一突撃隊上級集団の指導者に任じられる。 1933年、ヒトラーの首相官邸に集まったベルリンナチ党幹部の記念写真。中央がヘルドルフ博。右はゲッベルス。左はエルンスト。ヘルドルフ博とエルンストの間はシュペア。1933年1月30日、ナチ党党首アドルフ・ヒトラーが首相に任命され、政権を掌握した。1933年3月には、 クロイセン州内省ヘルマンゲーリングの指示により、ドイツ共産党本部リープクネヒト間の接収の指揮に当たった。接収後は突撃隊の建物として使用した。1933年3月から1935年7月にかけてポツダム警察長官に任命された。1933年4月から1937年1月にかけて突撃隊最高指導部の突撃隊。 指導者特務部隊指導者となる。1933年11月から1944年7月の解任まで、ナチ党候補者名簿から国会議員に選出された。1935年7月から1944年7月の解任まで、ベルリン警察長官に任命された。国防省、ベルナー・フォンブロンベルク元帥の罷免事件に、ヘルドルフは関与している。 1938年1月12日、ブロンベルク元帥は、ヒトラーと空軍総司令官、ヘルマン・ゲーリング上級大将の立ち合いにしたに、エレナ・グルンと再婚した。ところが、この直後、刑事警察の風紀犯罪担当に、ブロンベルクの妻エレナらしき女性の売春の写真が届けられた。刑事警察局長、アルトゥール・ネーベは、親友のヘルドルフに調査を一任した。 ヘルドルフは1938年1月23日に、この写真の女性がエレナかどうか確認するため、国防軍部部長、ビルヘルム・カイテル砲兵大将を訪れた。カイテルは知らないと答え、結婚式に立ち会ったゲーリングに聞くといいと勧めた。同日夕刻、ヘルドルフはゲーリングにこの写真を届けた。ゲーリングはこれを利用して、国防省のスキャンダルに仕立て、ヒトラーに、 ブロンベルクを罷免させたのである。1936年、イタリア警察の歓迎イベントで体操選手と握手するヘルドルフ博。ヘルドルフは様々な反ユダヤ主義の悪用に手を染めた。裕福なユダヤ人から旅券を没収して、それを平均25万マルクで転売した行為はその一例である。しかし1938年11月9日から10日、 かけて起こった反ユダヤ主義暴動、推奨の夜事件について、嫌悪感を隠さなかった。事件発生時、ヘルドルフは、ベルリンにいなかったが、戻ると直ちに、ベルリン警察幹部を会議に召集し、暴動を止めなかったことについて、彼らを激しく叱責している。また略奪を行った者は全員射殺するよう、命令している。ヘルドルフが、ヒトラー暗殺を企む。 黒いオーケストラグループと最初に接触したのは1938年9月のズデイ天気機の時である。ヨーロッパに再び戦争を起こしかねない、ヒトラーの強硬な外交姿勢に反発した前、参謀総長、ルートビヒベック、その後任の参謀総長、フランツ・ハルダー、ベルリン軍艦区司令官、エルビン・ホンビッツ・レイベンダの間で、ヒトラー暗殺計画が企てられた。その際、 ビッツレーベンは暗殺後のクーデターを成功させるには、警察の協力が必要不可欠と考え、ヘルドルフの部下のベルリン警察長官代理、フリッツ・ディートロフ・ホンデア・シューレンベルク伯爵と接触。彼を通じ、ヘルドルフや刑事警察長官、アルトゥール・ネーベもクーデターへ協力することを表明したのである。しかし、イタリア首相、ムッソリーニの朝廷で有名なミュンヘン会談が開かれた。 会議の結果、イギリスとフランスがドイツのズデーテン地方兵法を認め、戦争の危機は回避されたのでこの時の暗殺計画は中止された。その後、1944年7月20日のヒトラー暗殺計画もヘルドルフは協力した。部下の警察部隊をクーデターの予備隊として出動できるよう準備していた。しかしヘルドルフは暗殺計画の立案者は陸軍であるので、 まず彼らが最初に行動を起こすべきで、彼らが行政地区を包囲するなら、警察からも応援を出すが、警察が先にやる必要はない、と考えていた。暗殺も、バルキューレ作戦発動による反乱も、完全に失敗に終わった7月21日未明、ヘルドルフは、自分が陰謀と無関係であることを証明するため、反乱鎮圧本部が置かれていたヨーゼフ・ゲッペルステを訪れたが、 そのまま逮捕された。8月15日、人民法廷での裁判にかけられた。裁判で、ヘルドルフは、自らの反逆罪を認め、裁判長、ローラント・フライスラーに、なぜ我々は芝居を続けなければならないのですか今こそ、すべての逃亡手は沈没船から逃れる挑戦を、しなければなりません。あなたもこの方法が一番良いことを、本当は知っているはずだと訴えかけた。 しかし死刑宣告を受け、同日中に、プレッツェン税刑務所の処刑場において、ピアノ線に吊るされる形で、公主刑に処せられた。ヘルドルフ・ハクト・ツマ・インゲボルクの破壊し、1920年に、陸軍大佐、ベンロ・フォンウェーデルの娘・インゲボルク・フォンウェーデルと結婚。彼女との間に4人の息子と1人の娘を設けた。弟に、ハンス・ヨアヒム・オット・フェルディナント・ハインリヒ・ユリウス・フォンヘル。 ドルフ伯爵がいたが、一時大戦で戦死している。妻インデボルクの兄である、ビルヘルム・フォンウェーデルもナチ党員で、新英隊少将,将まで昇進し、ヘルドルフ対人後に代わって、ポツダム警察長官に就任している。ありがとうございます。